真面目な話ね。ちょっと待ってね。真面目な話。1億稼ぎませんか？介護士1人いいですよ。仕事内容を教えますね。ちょっと仕事内容ね。インターネット経歴23年。生活保護10年。正直言わんとね。四国の男の出身。そのことはいいけども。あのね、わしと組んで1億稼ぎませんか？懲罰なしで言っときます。AB 型、免許証やトップ。四国の男の出身。何を言いたいかと。例えばね、部分モデルとかティーバッグで YouTube 投稿するでしょ。ほいでね、ちょっと待ってね。100万回再生でね、月1000万ですわ。ほいで、よく聞いてくださいね。あなたの人生変わりますよ。おまんことはそういう問題違ってね。100万回再生で月1000万。ほいで、ヒカキンさんはね、100億稼いでます。わしと組んで YouTuber やりませんか？ YouTuber の他にね、だからね、半分、お金は半分、タクボプロダクションと思ってってください。AV 出るよりいいですよ。AV の話をしましょうか。月に変なことされて10万ですよ。稼ぐより安い。それで売れるのは、あの、星の数、そのこと言うけど。で、わしと組んだらね、あの、タクボプロダクションとしてね、名前はそのうち考えるけど、なんとかな。1000万だったらね、YouTube で投稿して1000万だったら500万ずつにしましょう。1億やったら5000万ずつ。それは一生守ります。それで場合によっては、わしは億万長者になりつつある。わしの経歴言っときますわ。クラウドファンディングを約もう10個ぐらいかけています。それで大和がホームレスで親の年金でね、今69やけど、なんとかな。いくらもらったらホームレスも5年しとってね、それも PDF ちょ探してますわ。原稿はどっかに出来上がってるんだけど。そういう世界出版もしてね、ガバイバーチャーみたいに3億も4億も稼ぎます。あの人1億ですよ、B&B。だからね、仕事はね、部分モデルでも顔出しもなしもあります。正直言うてて、別に正直言わんでもいいけどね。あと AB の方もやってますわ。顔出しせんでいいです。ほんで FC2 とか売ったらね、捕まるからね、本当の AV 女優の会社作りますんで。で俺はね、ちょっとクレジット使えんからね。だから、使わせてくれた人にはね、例えば、クレジットはアメブロのね、有料化するのに、例えばまあ、月1000円とするでしょ。それを、なんていうかな、1年分、例えば前払いで払いますわ。ほいで、スマホ認証はどうでもいいけどね、クレジット使えないからね、電話ありますわ。ほいで、仕事はね、顔出しのなしの AV 言ったでしょ。押し出して、それだけ。ほいで、SM クラブもその地形するしね。前世界はまあ、さておいて。どうなんだろう。だから、顔出さんでもいいですわ。だからね、内容としてはね、男の顔面騎乗とかあるんですわ。顔の上にこう乗ってやるとかね、おしっこかけてやるとか、うんちかけてやるとか。ほいで、面白いことをしますわ。あれ、何でもしとか、東京でね、なんとか監督さんちとかね、向こう中止してね、みんな集めてね、それ、お金稼いでますわ。撮影会もありますよ。ほいでね、わしは、一応ね、教えましょうか。あの、AKB でも何でもね、今の時代は、死んだなんとかっておったでしょ。名前忘れたけど。あの方もあれよ、AV から女優になったでしょ。女優とかのテレビとかね。だからそういうことにもなる。ほいで、知り合いがね、歌手もおりますんで、お寺の坊さんも100坪。ほいで、下関からあんなや。うちの親父から、兄弟からも国会議員出てます、下関でね。浜地鉄を、ちゅって、安倍晋太郎50の時に、あ、違う、30の時に、うちの、その鉄夫さんが、俺は名医ですわ。56か、60ですわ。だからそういう人生。ほいで、四国の豪族は、やっぱ生まれがいいからね、あの、手塚山じゃねえ。目黒に100坪の大家のおばさんと、堺に100坪の大家のおばさんがおります。姉は学芸大学、なんか懲罰なし、安心してください。どっかのバカと違います。事故もなし、ね。炎着もなし、トラックの運転手した、10年。だからそういうことでね、募集してます。私と、だから結論言いますよ。私と組んで仕事しませんか。あなたの人生が。ほいでね、40歳からね、70歳まで、俺の趣味もあるしね、若い人はいりません。若い人はまた別に募集します。独身に限るね、嘘言うてもわかりますよ。簡単な履歴書をね、口で言いましょうか。あ、それ、明日、YouTube のね、こう画面なんですわ。
ここの三角バンクの教え人が住所も書いてますわ。後で載せます。そういうことで、あなたの人生変えませんか。ちょっと努力ですよ。で、ゾゾタウンね、5年で姉しました。中古レコード販売で。ほいで、生活保護で10年俺こんなことしとるからね。本も3年冊、何枚で高いです。500回。ね、読んでます。孫正氏は書類10メーター積み上げて、俺は1キロ積み上げてます。それだけ能力が違う。ね。だから、わしと組んでしませんか。だから、早めの時間がガチですよ。俺、そのうち広告かけるからね、パドとか、大阪のなんとか、ワーク、タウンワークとかに。だから、そういうことで、佐川急便も、リアカー1台から始まりました。っていうことを覚えとってください。だから、あなたのね、なんとかな、チャンス、人生一度きりですよ。ほいで、俺も縁があったらね、大富豪になったらね、救急車も3台も4台も寄付する予定でおるからね、今はまだ金ないよ。今はありません、生活保護で。はっきり言っておきます。ここにちょびっとね。だからそういうことで、まあ一回切りますよ。おい。おい。ちょっと切れんからね、ちょっと待ってね。